俳優の永野芽郁さんは1999年9月24日東京都の出身です。ドラマに映画、CM と最近見ない日がないほど様々な作品に出演する売れっ子俳優になりました。しかし実は子供の頃から子役タレントとして活躍していたことは意外と知る人が少ないようです。東京都出身の永野芽郁さんは小学3年生の頃にスカウトされたのをきっかけに芸能界入りしました。永野芽郁さんの子役としての知名度が一躍アップしたのは2013年1月より放送された綾瀬はるかさん主演の大河ドラマ八重の桜でしょう。当時は周囲の友達と比較し、なんで私は仕事しなきゃいけないんだろうと葛藤することもあったそうですが、同作で佐藤美由紀さん演じる山川時和の少女時代を好演した永野芽郁さんは多くの視聴者から共感を得ました。2018年4月から放送された NHK 朝の連続テレビ小説半分青いで永野芽郁さんは2300人を超える応募者の中からオーディションを勝ち抜き、片耳の聴力を失ったヒロインという難役を見事に演じ切りました。永野芽郁さんは自身が演じた主人公ミレヤ恋愛の幼馴染である萩尾律を演じた佐藤健さんとは2012年8月公開の映画流浪に剣心でも共演しています。永野芽郁さんは佐藤健さんと共に出席した半分青いの会見で、本当に周りを優しく包み込むような方だったと流浪に剣心での佐藤健さんの印象について語った後、もう心配はないと思いましたと語っていました。絶大な信頼感を寄せているようです。一方の佐藤健さんも撮影が始まって2ヶ月経った頃には永野さんは大スターになるんだろうなと感じていたのだそうです。当て書きじゃないかとびっくりした、シンクロ率 100% と永野芽郁さんの演技を絶賛していました。永野芽郁さんが自身のインスタで時折行うインスタライブが可愛いと話題になっています。彼女のインスタライブでは表情豊かなリラックスした様子を見ることができ、俳優永野芽郁との可愛いギャップも人気のポイントです。気さくな性格で知られる永野芽郁さんは共演者と打ち解けるのも早く、彼女のインスタには共演者とのツーショット写真も多くアップされています。中でもファンの間で人気だったのがインスタストーリーで見せた佐藤健さんとのコラボでしょう。まるで仲の良い兄弟のように人気アプリ TikTok で遊ぶ2人の姿は双方のファンに大好評でした。さらに2019年12月15日に更新されたインスタではプライベートでも親交があるという俳優の奈緒さんとのツーショットを披露しました。フォロワーからは双子みたいとの声が上がっていました。また永野芽郁さんのインスタには姉ヤンとの呼び名で水川あさみさんが登場したこともあります。2人は2017年7月より放送されたドラマ僕たちがやりましたで共演しています。永野芽郁さんはお兄ちゃん子であることでも有名です。彼女のオフィシャルブログ日向ぼっこ中にも永野芽郁さんの兄はたびたび登場し、兄弟仲の良さがうかがえます。2015年12月26日に永野芽郁さんが更新したブログには友人たちとクリスマスパーティーをしたことが綴られています。しかしファンたちが注目したのは一緒に投稿された兄とのツーショット写真でした。サンタクロースに扮した兄と仲睦まじく寄り添う姿が微笑ましいと話題になりました。永野芽郁さんの3歳年上の兄は兄弟の仲の良さに加えてイケメンぶりでも話題を集めています。彼女が兄の写真をブログに投稿した途端、3代目 JSOUL ブラザーズの登坂宏臣に似ていると瞬く間に画像が拡散され、本当に永野芽郁さんの兄が登坂宏臣だと信じてしまったファンもいるほどでした。登坂宏臣の兄のことが小さな頃から大好きだったという永野芽郁さんは兄の影響を受けて多趣味に成長しました。長渕剛さんにレッドホットチリペッパーズ、そしてエレキギターを愛するという意外な趣味も兄の影響によるものなのだそうです。ギターは中学2年の頃から始めたそうですが、それよりも前に小学5年からウクレレを弾き始めたというので、現在は相当な腕前になっているのではないでしょうか。永野芽郁さんがロックなエレキギターを弾く姿を披露すれば、これも大きな話題になりそうです。永野芽郁さんが映画「マイ・ブロークン・マリコ」で体当たりの演技を見せていると話題です。同作は人気漫画の映画化で、
長野芽衣さんは死んでしまった親友の遺骨と思い出作りの旅をするや、はぐれた OL 役を講演しています。2022年 TBS で放送されたドラマユニコーンに乗っての放送が終了したばかりですが、11月公開予定の映画母性でも戸田恵梨香さんとダブル主演を務めるなど、仕事は絶好調といえます。これまで目立った熱愛の噂もなく、女性人気も高いため様々な CM にも起用されています。主演作も続いていますから、しばらくは安泰と言えるのではないかと広告代理店関係者は口々に言います。しかしこのプライベートでの優等生ぶりが今後の仕事に悪影響を与えるのではないかとの観測もあるそうです。長野芽衣さんは2022年9月24日で23歳になります。俳優としてここからさらにステップアップするためには恋愛も不可欠と言えるでしょう。ただ年齢的に彼氏ができるとのめり込みダメになるケースもあるといいます。事務所としても管理が難しい微妙な年齢になりました。同年代で一番のライバルと目される広瀬すずさんはすでに何度か男関係でマスコミに騒がれ、最近も山崎賢人さんとの熱愛が報じられています。ドラマや映画関係者の間では恋多き女の方が演技に幅が出るし面白い俳優だと認知される傾向にあるそうです。広瀬すずさんは興行的には振るいませんでしたが、2022年公開された映画流浪の月では演技が高く評価されています。それに対して長野芽衣さんは面白みがないとの評価が定着しつつあるといいます。ティーン向けのファッション誌出身で俳優に転身した2人は互いにライバル意識も強く、不仲説まで浮上している間柄です。とはいえ長野芽衣さんに無理やり彼氏を作らせるわけにもいかないので、これまでやらなかったような激しい濡れ場を解禁する案もあるようです。仮に長野芽衣さんが濡れ場解禁に踏み切れば、広瀬すずさんも追随せざるを得なくなるでしょう。長野芽衣さんが2019年10月2日の深夜で突然インスタライブを行いました。すっぴんに T シャツというかなりラフな姿で登場しました。その時視聴者から可愛いと絶賛する声がたくさんありましたが、そこで結婚しますと衝撃発言をしました。その後冗談だとちゃんと釈明していましたが、結婚願望について聞かれた際、早くしたいです、とっととしたいですと重ねて発言しており、結婚願望は強いようです。2021年4月に放送された突然ですが占ってもいいですかに出演した時に、占い師の星ひとみさんが長野芽衣さんの結婚について占いをしました。31歳まで結婚しなければ大丈夫、34歳で結婚が一番いいというアドバイスでした。長野芽衣さんはそうします、頑張りますと何度もうなずいていました。いきなり何かしらのことが電撃発表ということが、インスタライブの様子を見てもありそうな予感がします。長野芽衣さんの今後の動向に注目していきましょう。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。